はようございます。8月6日木曜日 AM テクニカル分析です。フォレックス TV ジャパンの小原がお送りします。朝のこの時間はチャートを使ったテクニカル分析で、前日の値動きの復習と今日の東京マーケットの動きを予測します。それではアセンダントの山中さん、よろしくお願いいたします。おはようございます。昨日は動きの少ない一日となりました。嵐の前の静けさというよりも、夏休み相場といった方が適当かもしれませんが、月曜日のニューヨークの5倍以降は狭い値幅での揉み合いが続いているため、方向感が出ないんですが、ただユーロドルを中心に、この膠着状態、特に、日中足、例えば時間足ですとか、30分足なんかもそうなんですけども、そうしたもので見ているとですね、かなりその膠着が続いているという印象です。そろそろ、どちらかに、動きが出てくる可能性がありますので、思いがけない動きには、十分な必要、注意が必要ではないかというふうに思います。ドル円なんですけれども、ドル円のチャートを見てもですね、狭い値幅での動きを続け、平均足、日足の方は左下の方を見ていただいても分かりますように、すでに4日中立の足型が続いています。そろそろ動きが出てきそうなんですけれども、ここ2日の95円40レベルでの上値の重さ、またユーロドルはですね、踊り場もみ合いという感じなんですけれども、それ以前の動きが上げてきているということを考えると、ユーロ高ドル安、ドル円についてもドル安円高ということで、ドル安方向のリスクの方がやや高いかなというふうに考えています。また本日日柄的にもですね、ドルの上値が重たくなりやすいということがありますので、本日も昨日同様95円の40銭レベルがレジスタンスとなってくると見ています。サポートは基準線、こちら赤い線、今94円の37銭にあります。この基準線がですね、サポートとなりますけれども、もしドル安方向に動いたというような場合には94円ちょうどレベルまでは下値を見ておいた方がいいかなということになるかと思います。ただまだどちらかに抜けたというわけではありませんので、下方向だけではなく、どちらに抜けても大丈夫なように、焦らないようにだけはしておこうというところでしょうか。以上です。山中さん、ありがとうございました。以上、AM テクニカル分析を終わります。次の放送は午後の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの小原がお送りしました。